お疲れ様です、ストーンさん。今日もね、サブチャンネルからお送りしましたよ。なんか、この一年、サブチャンネルを利用することが多くって。まあでもね、えー、しょうがないです。だって動画のアップロード本数が多いんで、利用規格が変わった時にね、すでに出しちゃった動画の何が悪いのかっていちいちチェックできないですよ。ですんで、多少の、ね、リスクは抱えながら、この YouTube 使っていこうと思います。ただし、いつまでもこの YouTube 戦略じゃなくて、途中でね、 微妙みたいなサービスも使っていこうかと思うんですよ。有料の動画配信サービスですけどね。こちらの方を使うことによって、まあ、無用な番を食らうことがなくって、より素直な表現ができるんじゃないかなと思います。あの、FC2 の創業者である高橋さんが、なんかマストゾンっていうのを作るらしいんですけどね。まあ、これは完全に何の制限も受けない発信スペースということで、えー、最強の元禄空間になるんじゃないかなと思いますけどね。そちらにも期待していこうかと思います。それでは、またよろしくお願いします。16日も。